今日は哲学の道に来ました。桜めっちゃ綺麗。哲学の道前から来たかったんですけど、なかなか京都っていつも混んでるし、桜のタイミングに来れなくって、禁止なんですけど、今やっぱり空いてるので、これがチャンスだなと思って京都に来ました。すごい綺麗。なんか大学の時に地理の先生が哲学の道はすごいおすすめって言ってて、もうあれから10年以上経ってるんですけど、なんか京都いつも海外のお客さんが多くて、もう道もめちゃ混んでるらしいんですけど、やっと今空いてるらしくて、日本人の方が着物着て観光に来れるぐらい今あってすごい空いてるみたいです。私もこれでよかったです。なかなか京都こんな空いてるってないですよね。すごい綺麗。天気もすごい今日は良くって、もう幸せとはこれですね。もう京都ですね。川がなんかもういい感じに咲いてますね。もう綺麗。これは本当に哲学を考えたくなる道だなって思います。さっきも美味しいご飯食べていい感じです。あ、この桜めっちゃ綺麗。なんか桜って本当に綺麗。一番好きな花は桜です。